Hello, this is Minori Bear. I hope you enjoy this video. ちゃんと映ってるかな。じゃん。あったかい飲み物を準備してきました。甘い匂い。人生について。そうですね。私はなんか新しいことに挑戦してみたいと思ってダンスを始めたんですけど、本当に一瞬で人生がすごく変わったなと思います。忙しい日々を過ごしてたんですけど、ミナっていう人は本当に普通の女の子だと思います。実は人見知りでシャイなところもあるし、皆さんが思ってるより本当に普通の女の子かもしれません。で、今年の目標はその一人の時間も有意義に過ごすことにしました。いい朝です。じゃん。すごい。私は本当にやってみたいことって言われたら本当にいっぱいあるんですけど、旅行も行けたらいいなって思いますし、編み物とかそういう作るものも好きだから、今度はなんかラグとかそんなの作ってみたいですし、自分について知る時間とかなんか全然気を使えてなかったなって最近思うことが多くて、自分のことをもっと知って、私的には昔よりだいぶ強くなったんじゃないかなと思います。どちらかっていうとスランプが来てそれを乗り越えた時に、あ、自分が変わったな、大人になったなって感じました。昔はやっぱり何やるのも心配ばかりして、自分がありのままであればきっとうまくいくとずっとそういう思いでお仕事をやっています。新生活の目標はやっぱり自分を大事にしてあげることじゃないかなと。これからがとてもとても楽しみです。